というわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えて、とても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒し、メガリレーを排出することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな、あの雷電将軍が直々に出向いたというのに。どうしていきなりそのことを。何か情報でもあるのか。は？それに雷電将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて。そういえばつい最近、幕府武士と戦った際に継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット。お前たちのことを言ってたのか。誰が空を飛ぶ奇妙なペットじゃ。しけしけ。事情は理解した。抵抗軍を代表して二人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。その後お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか。こちらも問題ありません。僕は昔広報勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵 A に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら彼らにも会わせるって約束したんだ。いっ。この人が新しい隊員か。見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせ。待て待て、新入りにいきなり勝負を挑む奴がいるか。それてっぺ、この人はお前が。確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強く。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。お前この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人も。それに100個目の神の目のメガリ儀式も阻止したんだぞ、雷電将。すごいなお前ら。だが他のはまだ信じられるが、雷電将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか。まあともかく最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。そんな覚悟じゃ生ぬるい。俺は今も傷を負ったまま訓練してる。
昨日は傷口が開いてしまった傷薬を探してこようか。この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ。なんか変な気もするな。普通に、じゃあ新入りに決めてもらおう。僕は奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないか。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたら。お疲れ。どの薬にするか決めた。そっか、大丈夫。その方が安全だしね。じゃあ後で薬を塗りに行こう。この薬があればみんなもきっと早く良くなる。何にせよ今回はありがとう。よくある薬だが効果はいいと聞いた。まだ足りない。今からお前たちと一緒に戦うのが待ちきれない。たくさん塗っても早く治ることはない。お前は深夜こっそり訓練する癖を直せ。ありがとう、てっぺ。それと新入りも。そうだ、今訓練営で射撃訓練を行ってるみたいだから新入りと一緒に見に行ってみろよ。あそこなら抵抗軍の兵士もたくさんいるし。わかった、任せてよ。さ、また当たらなかった。くそ。さっき数えたけど10本打って1本しか。1本しか中心に当たらなかったのか。1本しか的に当たらなかった。嘘だろ。まあここ何日かの状況から見て弓矢の技術を上げるためには単純な反復訓練じゃ足りないのは確かだ。弓を引き狙いを定め矢を射る、簡単なことだと思ってたけど、まさかこんなに難しかったとはな。この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度でも今は前線の状況が厳しくて実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。その悩み。鉄平先輩。ああ、今回来たのは君たち。この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒した。しかも勇敢にメガリ儀式を阻止し雷電将軍の手から生き延びた。本当ですか。そのあまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。お願いします。はい、しかと。そういえば洗濯物は、ま、どうだ、僕の言う通りすごかっただろう。確かに
どうして自分が当てられないのかが分かります。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮、すでに問題多すぎ。しかしお手本を見られて、とても今回それを見て上達への道を見出すことができました。実は戦争が始まる前、自分は渡墨島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の幕府軍のやり方は納得できません。その思いを一心に抵抗軍に入りました。神の目がなく戦いの、今はこんなこと考えてても仕方ありません。そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。あっさ、他の場所に行こう。どこに行こうか。大変だ、幕府軍の苦痛だ。軍営には負傷兵がたくさんいる。そんなバカな、僕たちも行ってみよう。手柄、始めよう。寒いから気をつけろよ。天道万象、やっ、難攻不落、引くぞ。ほら、敗北を期してか。やっと片付いた。でも何、拠点の周りには見回りの抵抗軍兵士がたくさんいる。まさか内通者が幕府軍と通じ、僕たちの情報を売って拠点に、内通者を捕まえて拠点を守る。何を考えてるんだ。さっき拠点の周りを調査したところ、拠点近くにある壁が崩壊してた。幕府軍はきっとそれを利用したんだろう。近くの崖から登り、壁を直して近くに見張りを手配すれば、このようなことが起きることはもうない。そうか、わかった。近くに木材と縄があるから、僕たちが直すよ。勝負と行こうじゃないか、新入り。こう見えても広報勤務には自信。これで問題ないはずだ。これで僕も抵抗軍に、せっかく前線に移動になって人生のき、なんかお前、五郎様が言うように、僕たち貢献する方法はいろいろあるけど、できる、そうだ、もう軍営周りは終わったから、うまくいけば前線の作戦に、少し状況が変わった。五郎様は今前線、少し前に前線にいきなり幕府軍の増援が現れ、それに引き換えこっちは三五宮様はもう何日も顔を出してない、非常に不利な状況だ。今は五郎様が形勢を挽回してくれること、僕たちも前線に行こう。戦う力がある以上、幕府軍にたたらす。
お前だけか。私はてっきりお前らの軍師、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここも、だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれそう。俺は三五宮様を信じてる。メガリレーは正しい道なんかじゃない。俺いいだろう。それとお前たちも最新の検証令を見ただろう。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために増援を。彼は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼はもう抵抗軍に入り、抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが三五宮様が遥か前に決めた規則だ。五郎様、てっぺー、それにお前もどうして来たんだ。分かった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやる。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘部、戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば指揮を立てたが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえ。どうするんだ旅人。お前、永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいるやつも強いぞ。頑張れ。向き合う敗北を期してか。見ろ、こっちが2戦連続で勝ったぞ。幕府軍は無敵なんかじゃない。俺たちが必ず勝つ。上がってる。お前の戦う意志があいつらに影響を与えてるんだ。おらおら、始めよう。それさすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開港せしは。どうやら戦いは避けられないようだな。迎え撃つぞ皆の者。俺に
ました私の伏兵たち。今がその時です。軍師殿は誠に我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな友よ。あ、ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。僕も行っていいかな。渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間、きっとこの後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。カズハ、任せてくれ三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄兵のところに行ってください。これまでの貢献感謝いたします。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。音も立てずにこんな待ち伏せができるのはうちの市長整合ぐらいだ。どうだ、びっくりしただろう。実を言うと私もさ、あんたを離島に送ってからまさかたたらすなでまた会うとはな。だがどこにいようとあんたが私の仲間だってことには変わりない。何か助けが必要なら私に頼れ。あんたの力になってやる。来る途中にお主の懸賞令を見かけたが、そうたやすく捕まるものではないと知っていたでござるよ。雷電将軍に会ったのでござるか。彼女は無双の人たち、こうも及ばぬものか。いつの日か拙者たちもあの威圧感に相対することができるやもしれぬ。
揺らぐことなし。新天道地霹靂先陣、揺らぐことなし。そばにいてくれれば傷なんて痛まない。よし、うら、始めよう。どれよ、うら、ちょっと、おらおら、まだ終わってない。寒いから気をつけろよ。天理チョーク、ガンザン八九。影のカラスが雄也を求めている。始めよう。やはりダメよ。ここまでやれよ。ダメだった。恐れなくていいぞ。罪に向き合うな。逃げるな。雨だ。それならよかった。メロピデ要塞で頭の上から水が降ってきたら、それこそ大問題だよな。
心の中にやましいことがないよ。こんな天気でも安眠できるはず。始めよう。もうすぐ三五宮様との約束の日だ。そろそろ出発しよう。準備はできたかな？まずは渡墨島の軍営に連れて行ってあげるよ。それかもし途中で船酔いしたらすぐに僕に言ってね。でも君は南十字戦隊にいたことがあるら。よし、じゃあ出航だ。随分遠慮がちだな。増援は望めないって。まあいいさ。
ここが僕たち渡墨島軍隊の訓練営だ。今ある抵抗軍はほとんどが渡墨島本土の兵士によって構成されている。一部の人は
タタラスナで幕府軍と正面から戦い、もう一部の人は渡積島で民の安全を守ってるんだ。鉄兵も昔ここで訓練してたのか？うん、でも残念なことに教官が前線に出ることを認めてくれなくて、タタラスナの戦いでは後方で雑用をしてたんだ。僕はしばらくここにいるから、何か用があったらここに来る。もし僕がいなければ書き置きでも残しておいて、それを見かけたらすぐに君を探しに行くから。ああ、しまった。もうすぐ三五宮様との約束の時間だ。今度また君に渡積島を紹介するよ。今はまず三五宮まで行こう。三五宮、それって三五宮ここみが住んでるところだよな。行ってみようぜ。傷口を処理すれば少しは良くなるはずです。何はともあれ、兵糧は最重要事項です。少しの過ちも許されません。我々と幕府軍の衝突が日に日に激しくなっている今、いち早く後方作業の安定化を図る必要があります。は、再考してみます。ご安心を。以前手に入れた物資もありますので、軍隊の拡張も進んでいますよ。人手不足だった頃は苦労をかけましたね。これからは形勢も。軍隊の拡張、それは良かったです。今回は一体どなたが背後で支援してくれたかは知り。ん、鉄兵じゃないか。お前渡積島に戻ってたのか。その方は。へへ、三五宮様のお客さん。僕は彼を渡積島に連れてくるためにここに来たんだ。それってまさか最近軍隊の中で噂になってる無限の力を有し、花つやは百発百中、そして体は金剛のように硬い、あの新人か。なんでそんな噂があるんだよ。お二方とも遠路はるばるお越しいただいたからには、きっと何か急用があるのでしょう。これ以上私が邪魔をするわけにはいきません。では三五宮様、私はこれで失礼します。三五宮様、先ほど大久保の兄貴から支援という言葉が聞こえましたが、一体何のことでしょうか。少し前にある方から手紙が届いたのです。その方は渡積島の構想を支援するために大量の物資を送り届けてくださいました。そのおかげで我々はやっと兵力を確保し、幕府軍と正面から立ち向かうことができるようになったのです。実を言うと、このことについて私は疑念を抱いているのです。ただ渡積島の資源はあまり豊かではないので、相手側の要求も度を越したものではありませんでした。ただ我々に全力で幕府軍に抗ってほしいようです。彼らの目的が何であれ、少なくとも目的は同じです。ここは一旦、もちろん警戒を完全に解くわけにはいきません。もし何か異常を見つけたらすぐに私に報告してください。三五宮様、前線への食料供給も良くなるのでしょうか。何日か前に負傷兵営に行ったら、仲間たちが焼肉を食べたいと騒いでました。ご安心を。もう手配してありますよ。これで焼肉をお腹いっぱい食べられるでしょう。もちろんお酒は許しませんが。よかったです。あなたたちにも苦労をかけてきましたね。
メガリレーが発令され、それに抗うために反乱を起こしてからというもの。今後は私も広報勤務部隊と相談し、その点について改善をします。しかし我々の物資は有限ですので、勝利するまではもう少し我慢してください。じゃあメガリレーはいつ終わるんだ？その質問は私にも答えられません。メガリレーの発令はもともと奇妙なものでした。天領奉行も将軍様も態度が少し変だったのです。天領奉行が突然メガリレーを実行し始め、将軍様もメガリレーがもたらす戦争に目をつぶっていました。それらの謎を解き明かさなければメガリレーは終わらないでしょう。しかしこれだけは保証できます。メガリレーがある限り私たちは抗うことを諦めません。今一度確認させてください。渡辺島と抵抗軍の現状について全てを理解してなお私たちと共に戦ってくれますか？わかりました。ではこれより、あなた渡辺島特別行動隊メカジキ2番隊の隊長に任命します。メカジキ2番隊？メカジキの名を冠する特別行動隊のことですか？特別行動隊に加入するだけでも困難なのに一気に隊長になるなんて。掟破りの任命ですが、あなたの英知、勇気、力は隊を勝利へ導くことができると信じて。やったー。じゃあいつ就任式をやるんだ？メカジキ2番隊は現在本島南西の山岳で待機しています。近頃は浪人が騒ぎを起こしていますので、こう委任状はすでに用意してあります。彼らに見せてください。そこの浪人も一緒に片付けてくれると助かります。特別行動隊にいる者は皆渡辺島の精鋭です。少々おごり高ぶるところもあるかもしれませんが。あ、じゃあ僕は三五宮様、僕に何かできる作戦などはないでしょうか？僕も抵抗軍に貢献したいです。もちろんありますよ。後ほど手配。任務を完璧に遂行することを約束します。君はメカジキ2番隊の隊長になったけど、僕も君に負けないぞ。おお、気をつけていけよ。無理はしないようにな。じゃあオイラたちも出発しよう。あなたが新たにメカジキ2番隊の隊長に任命され、軍でも以前からあなたについての噂が出回っていました。ん？何か問題？簡単に言えば、あなたが従う価値のある方。それってどう？普段であれば直接戦ってみればそれで終わる話なんですが、ここに来たのは近頃騒ぎを起こす浪人のせいなんですよ。もしそれら浪人を片付けられれば。あ、オイラたちの。この国は大物が寒いから気をつけろよ。これでどうするよ。やはりうざめだったか。おらおら。少しいいかい？
クソ野郎だったか。なかなかやりますね。噂ほど誇張されたものではありませんでしたが、自己紹介しましょう。私は光徳、メカジキ2番隊の代理隊長を務めています。こちらは義久、タイにいるベテラン兵です。ただいまより隊長の責務を正式にあなたへお渡しします。メカジキ2番隊、いつでも準備は整っています。襲撃を受けた場所は主に2カ所あります。ここの浪人たちはすでに隊長が片付けましたので、残るは本島の東にある浅瀬ですね。しかしあそこは浪人の数がとても多く、先ほどのものより手強い相手ばかり。そうだな、渡積島と幕府軍はまだ戦争してるんだ。人がいっぱいいる。これはまだ一部に過ぎません。どの拠点を攻めても他の2つの拠点にいる浪人の存在が不安要素となるでしょう。彼ら、それは隊長に危険が及ぶ可能性が。隊を分ければ隊長の護衛が減ってしまいます。少々おいらたちがこれくらいで。わかりました。では彼らを一網打尽にした後、またの何をすれたようだ。恐れなくていいぞ。すぐに向き合う。始めよう。天道、ここにあり。難攻不落。姿を見せよ。少しいいかい。さあ、お主の勝ちだ。これでいいはずだ。怪我はないよな。そうだな、
光徳と義久たちがどうなったか気になる。隊長、報告。他の拠点2カ所の制圧が終わりました。これで渡辺島の後方はしばらく安泰でしょう。よかったな。浪人も片付いたし、みんなから…でも、これからどう…今回やっと鬱憤を晴らせました。あの浪人たちは以前からずっと目ざ…は？隊長がいなくても勝てたみたいに言うな。止め…ビビってた…おいおい、まったく…とにかく、ここみに報告しよう。